健一とヤマト、健一とヤマト、よろしくお願いします。お願いします。今回なんですけども、はい、夢のコラボということで、はい、スペシャルゲスト、お今もう目の前に来ていただいてる。うわ緊張する。ね、ちょっとヤマト君呼んでいただいてもよろしいでしょうか。いいですか。はい。それでは、はい。ホウケイさんとクソチンポ。よいしょ。よいしょ。ホウケイさんとクソチンポ両方クソチンポそれはよろしくお願いします。お願いします。お願いします。ホウケイさんと太郎さんです。あ、ご挨拶。あ、いいですか。はい、はい、いきます。デフとデックです。デフテックです。本物です。はい、本物のデフテックです。よろしくお願いします。デフテックです。どっちがある？僕はテックの方やな。はい、僕はデフの方。デフの方。はい、楽しみ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。歌います、今日は。はい、よろしくお願いします。今回僕らの方で、はい、あのキャンプの方の企画をやらせていただきたいと思うんですけども、はい、ちょっとあの一つ企画を持ってきたんで、ヤマト君ちょっと持ってきてもらってもよろしいでしょうか。少々お待ちください。はい、ロシア兵、ロシア兵。なんですか。ちょっと そっち見ててもらって。え、あ、こっちあ、え、ロケ花とかやるのかな。いや、そんな中学生みたいなのそれキャンプ場でクソチンポ。いや え本日の企画はよいしょー。よいしょー。あら、出たー。本日は、はい、生ビールいっぱい飲みましょう。よいしょー。出たー。7リットル飲みきれるまで帰れません。よいしょ。うわー、なんかしっぽり飲むって言ってませんでしょ。一応ね、あの結構初めてですよね、キャンプでビールサーバー。いや、初めて。いや、初めてです。僕でサーバー持ったこと自体が初めてバイトでもないよね。ないです。こっち持つことはないよ。ぜひぜひ、じゃあ今日は楽しんでいきたいと思います。はい、これあのぬすりさんの動画僕よく拝見してるんで、はい、これめっちゃ憧れてました。おいしょー。楽しんでいきましょう。はい、よろしくお願いします。じゃあ最初準備からやっていきましょう。はい、はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。じゃあまずはポールを組み立てていきましょう。あ、これ組み立て、いつもそのちっちゃいポールは立ててると思うけど。そうですね。ちょっとちっちゃいんでね。本当にちっちゃいの、ね、僕。あ、怖い。太郎先端恐怖症なんですよ。先端恐怖症。そうなんですよ。だから形をできない。そうなんですよ。形は苦手なんです。形できない人生なの。はい。かわいそう。ちょっと横に向けて、横。逃がさないと。今年の運は楽しそうですね。豊作。一番ね、うちらが注意されやすい。注意されやすい。黒のやつはここの黒に。はい。で、太郎、これ引っかかるんで。はい。太郎、こっちで。ここだから。入れるの、ケイさん得意だから多分引っかからずにいくけど。はい。はい。先端はちょっとかわしますね。先端かして。はい。あ、はいはいはい。じゃあ、こっち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 、よいしょ。何してんだよ。これが入ったら、次の工程に行きます。そうです。僕が中でこう、これ持ち上げるんで、はい、はい、このこのエンドのピンに、もうみんなで刺してってもらえれば、これが立ち上がるんで。おはいはい、ガンガン入れ、ガンガン入れ、タロー、タロー、やってやって、よしよし、タロー行って行って、いいぞいいぞ、タロー行って行って行って、今10回です、今10回終わりました。肩痛い、肩痛い、肩痛い。これ入れるっすね。そうそうそう、縫い目に沿って入れてくれれば立ち上がるんで。上手。あ、本当入れるの上手。ありがとうございます。ちょっと結構濡らしたんで。はい。あ、はい。あの。しょうもねえこいつら。もうこいつだってなっちゃうから、ね。じゃあ今ちょっとケイさんが、はい、ケイさん太郎さんの企画の方で、はい、収穫に行ってるんですね。はい、行ってます。とあるものを収穫に行ってるんで、はい、僕らで。料理を作って待ってましょう。そうですね、うん、お願いします。焚き火はしたことあります？焚き火ないです。おそもそもキャンプ僕ないんですよ。えその動画で1回だけあって、うん、それ以外はもう全くで、
せっかくなんで、はい、薪割っててもらって、うん、僕ら中で飲んでる。飲んでる。なんで？ダメでしょ。いいですか？つけて。はい、どうぞ。はい。あ、ついた、ついた、ついた。すみません。あ、そう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 。はい、いい感じ、感じ、感じ、感じ。上手。炎上させるの上手だね。ありがとうございます。いつかは炎上します。炎上してない組ながらね。あ、そうっすね、僕ら。いつか炎上するんで。いつかは。はい。本当奇跡ですよね。炎上してないの。まあ、調理といえばということで。はいはいはい。はい。まあ、今回。うん、まあ、K さんにサプライズをね、はい、用意しているということで、うんうん、はい、あの何ってその知ってるじゃないですか。すごいのね。はい、すごいのちょっと用意してるんで、うんうん、皆さん楽しみにしておいてください。はい、はい、僕の肉痛いと思う。僕が勝ったんですか。いや、今ね、ケイさん、太郎さんの動画撮り終わって、はい、ありがとうございます。寒かったっすね。はい、寒かったっす。着替えさせていただいて、すいません。誰だか多分分かってないと思います。とんでもないね、お肉ちょっと焼いたりしたんで。いや、よかったっすね。ありがとうございます。本当にご協力いただいて。そっちの方は概要欄から、はい、ご覧ください。よろしくお願いします。ありがとうございました。おっす。いい人すぎません？いい人すぎる。導入だけだって告知だけして終わる。俺らのアンケートだろ。まだ飲み足りてます？まだね。いや、飲んだ記憶がないです。ああ、記憶消せる人だ。じゃあまだもうキンキンに冷えてるんで、うん、7リッター控えてるやつ今日でいきましょう。本番ですね。本番ですね。はい、でも多分楽勝っすよね。うん、7リットルですもんね。7リットル、うん、1人1人1人7リットルってことですか。ありがとうございました。じゃあやっていきましょう。氷やらせてもらっていいですか。はい、これはビールの中に入れるっていうことではないですか。ここにこれがこう線がずっと入ってて、冷やすんですね。そう、それがビールを冷やして出てくる。いやー、まあ、おー、結構入るね。そうそうそう、一気に冷やすんですよ。これが常温でもここ通ってから出てくるから、はい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 、冷えてるよ、冷えてるっていう、うん、ではあればこれをつなぐのを計算にやってもらおう。はい、お願いします。つなぎ役、本日は一番搾りの生ビール。ありがとうございます。ありがとうございます。ここがポケさん、案件お待ちしております。一番好きなビールは、あ、一番搾り。やっぱりやっぱり、はい、やっぱりやっぱ一番搾りが結局やっぱ搾るの好きなんで。はい、確かにね。はい、太郎の一番搾り、はい、僕の一番搾りもぜひ女性待ってます。よろしくお願いします。はい、お願いします。よし、そしたらグッと、そしたらグッと、おいっす。あ、さよなら。そこで、そこで出てくるのが、おもしかしてお二人に使っていただきたいグラスがございます。はい、ちょ、うわ、虎のやつや。最近使ってるやつ、こちらでビールを飲んでいきたいと思います。ありがとうございます。今回これプレゼントということですよね。そういうことです。よいしょ。ウイスキーの量がね、そう、うん、そこで調整できる。いや、ここまで入れますもんね。じゃあこれ意味ないです。なら、そう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 。いいね。オッケー。二人に注いでもらいましょう。はい、おどうす。オッケー。じゃあケンさんから。じゃあ、注いでもらいます。手前がビールですよね。ビール。はい。オッケーっす。キャンプですよ、キャンプですよ。これ聞け、これできない。チー、うまそう。うまそう。じゃあ太郎ちゃんも行っちゃって。いいですか。ありがとうございます。もう慣れてるからね、バーで。はい。入れることもあるんですか。あ、全然もうお酒ずっと作ってます。そうなんだ。はい、行きます。高そうな格好してるな。さっきとは真逆な。よいしょ。よいしょ。いいぞいいぞいいぞ。すげえ。
上手。ありがとうございます。そういう酒屋で働いた方がいいよ。あ、本当ですか。うん、じゃあちょっとやめて、あの居酒屋でバイトします。いただきます。ビールサーバー飲むの久々だね。ねえ。冬寒いからなかなか進まないけど、今日はぬくぬくなんで。ねえ。飲んでいく。よっしゃー、やっていくー。よし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 。あ、泡上手。じゃあもう一回お願いします。いいですか。はい。それではぬくぬくのところに帰ってきて、ここからガンガン飲んでいきましょう。ギャバー。ギャバー。ギャバー。低い低い分から。始まったー。全然飲んないよ。いやこれ泡が多くて、2国までなんで。あ、そうですか、はい、だからか、だからか、だからこの2国守らないといけない。ストーリー言ってるぞ。なるほどなるほど。 2.5 じゃなくて2でちゃんと守ってるっていうね。2国までなんで。よし、じゃあガンガン仕込んで食べていきましょう。はい、ありがとうございます。よし、うわ、なんですか。1品目はこちらでございます。何ですかそれは。黒おっぱい。黒おっぱい。黒おっぱい。ああ、アボカド。アボカドっすね。アボカドを。アボカド好きですか。大好きです。アボカド親善大使です。え、はい、マジで。アボカドって知ってます。森のバターって言ってますよ。何でも知ってる。何でも知ってる。嫌いな人でも知ってる。アボカドをちょっとアボカド調理して、まずは前菜作っていきましょう、うん。アボカドって200色あんねん。色なんですか、うん、アボカドって色なんですか。ありそうだけどね、200色ぐらい。よいしょ。あ、ここここいいですね。ここ、ここ。あ、でかっ。あ、ね、こんなでかいの初めて。こんなでかいことある。食えるとこない。食えるとこないですね。これでけえな。ほぼほぼ栄養持ってかれちゃってるんだ。ちっちゃい玉ねぎぐらい。でけえ。とでかいねこれ。じゃあそれタロちゃんの。あ、いいですか。お尻にメリメリ。さっきのゴルフ。ぐるぐるしてるしね。はい。入りやすい。森のバターだから。森のバターなの。森のバターなの。森ですけどただの。僕の尻。嘘嘘食。嘘食。さっき。いや、アボカド切るじゃないですか。はい。はい。ここに。ご飯です。え、あ、これ、はい、これ美味しいんじゃないですか。食ったことあります？これ徳井さんと食べてたやつですか。そうです。そうなんですよ。徳井さんそうですね、やってましたもんね。二人にかけてもらって。かける。かけ上手？かける得意でしょ？そうですね。そうですね。ちょうどね、こう、の周りとかにね。はい。僕は。失礼しはい。水溜りボンドって言うんだよ。前後ろどっち。前後ろどっち。前。いいショット。いいですか。はい、いきます。シャ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 。ご飯ですよ。エッチ。はい、上手。食べていきましょう。いきましょう。じゃあどうぞ。いいですか、食べていいですか。もういっぱいついてるところ。これ自体は初めてですか。初めてです、初めてです。そうっすね。でもなんか見たことあります、僕も。動画で。いただきます。どうぞ。うまーうまいよね。うまー。いや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 、うまーい。よっしゃー、うまっ。うまい。モリドバター。あ、いいアボカドが、結構いいアボカドです。あ、ね、あ、ほんとだ。はい、あ、大玉アボカド。全然硬くなって、うん、売れてる、売れてる、はい、うめっ。たまっ、はい、そうです、まあ、前菜なんでね。うん、前菜なんでね。もうキルも全然めっちゃ美味しい。食べて、あ、待ってください。あ、食えます、食えるよ。うん、次の料理、これつまみながらもうガンガンいきますよ、うん。なんならここで、今日おでんをやります。いやー最高です。おでんをここで温めつつ、ちょこちょこいろいろ出していくもね。うーわー、そうだね、うん、二刀流だ、うんうん。
おでんで温まればまたあの水蒸気で暖かくなるから、はい、確かに確かにロウリュみたいなのですね。ロウリュテントサウナ、あ、ロウリュってあれおでんからあれインスパイアされてるんですね。そう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 だったんだ。うわぁ、すずりさんのおでんシューマイ入れるからな。知ってる知ってる知ってるね、あれ食ってみたかったよね。見ました。美味しいのかな、想像できなかった。全然持ってきてないです。持ってきてないっすか。持ってきてないんだ。うわぁ、なんでね。結構二人は料理されるんですか。僕ら結構します。料理、そうですね、動画とかで結構。あー、そうだよね、はい、そっかそっか、最近やってて。ケイさんは普通にプライベートでもかなりするんですよ。そっか、この前だってあの日本酒に合うやつ作ってましたもんね。そうです、やってました。はい、牛すじ牛すじ。あ、牛すじ、ちょっとワイルドすぎませんこれは。ワイルドこれワイルドすぎませんこれ。男のって聞いた。でもそれは熱入れると 溶けるやつなんですよ。え、絶対嘘。それは嘘。で、ここに、え、レモンサワー入れると。え、ほんとっすか。ボケですか。わかんねえ、ほんとかと思っちゃいました。初心者だから嘘つかれて。今回簡単に白だしで。あ、白だし、あ、いいっすね、うん、固い感じでいきます。固いな、白だしなんですよね、うん、白だし裏切らない人って固いな。おでん1対9。まあ、大体でいいんだけどね。うんうん、よいしょ。うまそうだな、おい。これ、足合わせ。しいたけから食べますか。しいたけやっぱ大事。しいたけ大事だね。うまそうです。よいしょ。先飲むか。ガンガンいっちゃってください。いいですか。よいしょ。どのぐらい飲むんですか、二人は。量ですか。量だったり時間だったり週だったり。僕結構毎日飲むんですけど。晩酌もするんですか。晩酌もして。へえ。ただ量そんなに飲めないですね、うんうんうん、いやそんなことないっすよ。ですよね。ね、いやいや、そんなに飲めないっすよ。だってケイさんその飲むペースが早いんで、そもそも。うんうん、はいはい、2人でだって飲み、あの居酒屋飲みに行った時とか、瓶ビール2人で1時間ぐらいで何本開けました。え、もう本当にだってめっちゃ開けましたよ、あの時。あのまだ YouTube、 あー、8本ぐらい、8本1時間とかで。えー、まあ、2人なんでパパパパーンって。うんうんうん、そのペースがすごいんですよね。いや、結構お腹いっぱいになっちゃいます。うん、よいしょ、よいしょ。これを待ってる間にいろいろ食べてください。はい、いただきます。太郎の方が強いよね。まあ、強いよね。お酒の強さで言ったら僕の方が強い。うん、でも飲む量はそんな変わんないですけどね。へー、朝まで飲むんだもんね。朝まで行きます。何時間ぐらい飲んでるんですか。ま、でもマジでひ、まあ、ひどい、まあ、12時間ぐらいじゃないですか。あー、きちい。あー、きちい。俺もうそれ無理だわ。6時間ぐらいでもうダウン、寝ちゃう。あ、あ、入れ忘れてた。あー、あー、やった、やった、よかった、よかった。やっぱ数枚なんだ。しかもうまそうな、うまいやつ、ね、食ったことあります？おでんの数枚ですよね。はい、ナイスナイス。この前すき焼きでもやってめちゃくちゃうまかったんですよね。えー、すき焼きにシューマイ。え、ただのシューマイ好きとかじゃなくてですか。いや、本当に食えば上がるから。よいしょ。具パンパン。具パンパンっすね。ペコペコペコ。あ、いいじゃんいいじゃん。パンパンすぎ。火が通るどこまで。8割ぐらい練り物出した。こんにゃくとか卵とかない。確かに。オーケー。しいたけとか謎ですか。ちなみにシューマイついてない。え、汁についてない。そうですね。でもスチームサウナですよね。前は。確かに。例えがちだな。オッケーオッケー、よいしょ、オッケー、オッケー。まあ、練り物もね、茹でればちょっとちっちゃくなるから。そうそうそう、そうそうそう。
で次はの前にケパイ、あーケパイケパイです。よしよしよし、うん、はい、いいですか。あ、僕もやりますよ。あ、すいません、お願いします。生ビールで。はい、生ビールで。あ、はい、皆さん開けていただいて。はい、ね、やっぱりマイペースで、はい、マイペースでね。お酒楽しくも飲む。そうそうそう、はい、二国までなんでね。二国まで、二国までなんで、俺割とあのスロースターターなんで。あー、そうなんですね。ゆっくり長く飲むタイプなんで、ちょっと違うタイプ。僕、今甲州、うん、いい感じになるようになったできるようになった。よし、ガンガン次やっていきましょう。お願いします。お、計算開きました。よいしょ。キュウちゃんも終わったらあの好きなやつ飲んでください。もうなくなっちゃって。あ、なくなっちゃった。あれうまくて、もう一本飲むよ。いいっすか。どうぞどうぞ。あれでもいいし、どっちもいいよ。あ、でもいただきます。あ、どうぞ。すいません。あ、どちらでもいいよ、好きなのを選びな。で、あります。あるよ、瓶ビールあるよ。あ、いいです。うん、これここ結構熱いもんなんすか。触ってみます。すげえ、そこやってみますね。ここ結構、まあ、時間がすごいかかりますね。熱っ。あ、弱火、ありがとうございます。弱火と中火の間ぐらいですかね。あ、でもそんな強いですね。うん、普通にお湯沸くんで。そうなんだ。そう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 、これ最高だな。そうそうそう、これで湿度が上がって暖かくなるんで。はいはいはい、多分みんなタンクトップですよ最後。そんな、いや、ならない。じゃあタンクトップはならない。持ってきてないよ。それブチンして。ならない。これはあの三脚で使うトコジョーズさんっていうやつですね。本当に、本当にふざけすぎ。本当にググってほしい。トコジョーズさん、これトコジョーズさんって。あ、でもぽいサメだから。そう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 。あ、そういうこと、うん、この、え、欲しい。トコジョーズさんね、これ何使うのかと分かります。言います。ここに女性寝かせるってことですよね。分かってんな。タロウ、トコジョーズの正しい使い方、はい、トコジョーズを乗せるんですよね。かっこいいな、これ。このコンロ、これ焼き上手さんって言うんですけど。そうだよ。いや、本当に本当だよ。その何ですか、ここは同じ店なんですか。うん、これは本当に岩谷さん、ね、岩谷の焼き上手さん。焼き上手さん書いたんじゃない、どっかに。株式会社上手とかが作ってるんですか。で、こっちはそう、なんかアウトドアメーカーさんが作ってるトコジョーズさんに合わせたテーブル。そう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 。ちょ、トコジョーズ調べようじゃん。本当にトコジョーズさん。うん。で、焼き上手さんなんですか。焼き上手さん。本当っすか。信じてない。そんな攻めた商品に見えないですけどね。本当だ、トコジョーズの。まあ、これはわかる。焼き上手がちょっと、え、これ三脚は別バイスもんね。そう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 。うん、マンフロットっていう。え、この板で、この板でマンフロットとかですね。そう。マンフロット。え、こだわってる。え、マンフロット。マンフロットって言いました。マンフロットって言ったんじゃない。じゃあ、ま、じゃあ、マンフロット上手、焼き上手です。焼き上手。焼き上手大丈夫なんですかね。はい、あ、いや、いつもこんな感じですよ。太郎は何上手なの。はい、太郎何上手なの。僕、テンです。かけろ。喧嘩上手にかけろ。ただの、テンの。ってなかなか聞かないもん。で、この焼き上手さんで焼いていくのがなんと、はい、こちら。あれ、うわ、みたらし団子と豚肉。一緒にってことですか。くるくる、 くるくる巻いていきます。美味しそう。くるくるってことあります。ないです、初めてです。うめえぞ。これとりあえず3本あるんで、みんなお三方。いいんですか。本当ですか。うん、出す。よく見てます。お、食ったことあります？いや、ないんですよ。あ、ない。これめちゃくちゃうまいんですよ。マジでうまいですか。作ってもらわない限り食べないじゃないですか。うん。これ今朝焼き上手さんでした。これと。マジか。まだ信じてない。マジか。こう巻いていくと。おお。もう別にそんなに特に。うま。
特にコツはないけど、うまいな。昔やってたな、絶対。何やってたんだよ。何やってたんだよ。巻き上手さんだ。巻き上手。うまい。巻き上手していくと。これ、やりたい人いない？大丈夫？あ、本当にお願いします。本当にお願いします。肉巻きおにぎり的な感じなのかな。あー、イメージ、うん、はい、甘だれで、なんか米でみたいな、うんうん、よいしょ。なんかおやつとかでもいける。あー、うまい、うまい。子供とか結構好きなんですか。確かに、絶対好き。一緒に作っても楽しいし、うんうん、確かに絶対好きだな、これ。しょこたん絶賛してましたよね。あ、しょこたん絶賛、うんうん、あ、そうなんだ。しょこたんの回まだ見てないわ。古民家でなんか女優さんの中川にも、うちの中川似てるなありがとうございます。よし、じゃあこちらを焼いていく。焼いていく。弱火でじっくりか。はい、できた。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、いただきます。ダメ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 。豚肉はダメ。豚肉はダメ。鹿危ないよ。大変だ。ちゃんとペッペしといてください。いや、大丈夫です。まだいただきます。これ1杯目ですもんね。やばい、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 やばい。あ、すいません。ありがとうございます。動画で見たやつか。動画で見たやつか。ダメだよ、素人来たの。素人牛島。素人牛島。キッズ連れてきたの誰。そ、車でどっか置いてきましょう。いや、うまそうだな。ちょっとまだ味の想像できないです。できないです、できないです、まだ。やべえ。うわ、いただきます。見てください、ここ。うれしい。うわ、先端こっち向けない。ちょっとベロベロです。いただきます。あ、熱いよ。くない？うん。うん、あ、うまっ。うまい、うまくっすよね。めちゃめちゃうまい。めちゃくちゃうまいっすよね、これ。ちょっとお好み焼き感じた。うん、あ、うん、めえ、これキリュウ大好きそう。うん、お、うん、来ましたら飲み物、こちらでやっていきたいと思います。全部吸っちゃった。乾杯、乾杯、乾杯、乾杯。うめ、あー、これ、あー、この冷たいのがいいね。あ、これがキャンプです。最高っすね。最高です。いや、まあ、ただここまでクオリティね。そうですね、高くするの難しいよね。難しいです。こうなったらすっごい楽しいけどね。うん、で、このやってる間に次は、次もちょっとこっち見ますね。はい、うん、見れないです。え、熱いですか。あ、もう絶対食べられる。食べていける。あ、俺いきますよ。はい、熱い。いドスンって言って。できてないし、できてないし。全然できてない。あんま変わってないもんね、見た目。変わってないですね。まだシュウマイが、あ、すいません、まだシュウマイが使ってないですよ。まあ、ゆっくり行きましょう。はい。え、趣味はないですか。僕は本当サウナになっちゃうんですよ、ね、趣味っていうと。週何で行くんですか。週基本3ぐらいで。あ、まあまあ多い時は週5ぐらいですね。そんな行くんですか。うん、僕もでもサウナ好きだから。もう本当多い時よ。週2ぐらいでは行きます。あ、そんなに、はい、最低でも週、ね、最低でも週3ぐらいかな。週2、3。サウナいいっすね。整い上手だ。整い上手。回数券みたいなの買うんですか。フリーパスみたいな。いや、買わないです、買わないです。あ、毎回普通に ないよね。ないです、ないです、ないです。うーん、会員制のサウナみたいな。もう普通に一般の普通になんか。あ、僕入れます。あ、すいません。
ケイスケと。ケイスケくんもそれこそ誘ってくれますし、ケイスケくん誘ってくれる時のサウナ、いいサウナ多いですね。まあ高級サウナ。お金持ってるから。お金持ってるから。高級サウナっていくらするんですか逆に。3万とか。4万とか。みんなで借りる感じ。ああ、4人で5万みたいな。はい、その部屋で。焼肉めちゃくちゃ高いとこじゃないですか。サウナすごいっす、やっぱり。そんなしてるんですか。飛び方やっぱちょっと違います。違う。その言い方何。合法的。お二人やられないですか。サウナもう嫌いじゃないけどなかなか行かないね。確かに。あんまないもんね、こっちに。なくはないと思うんですけど、まあ、確かに東京はちょっと多すぎますよね。今東京ほんとちょっと歩けばサウナある。あ、どうです、うん、そうなんだ。太郎は。僕結構、まあ、今朝より格闘技と、あとスニーカーが好きです。あー、スニーカー、はい、格闘技とスニーカーはもうスニーカーじゃない。スニーカー収集まあそうですね、収集と、まあ、ただでも何が何でも買う感じではないです。はい。でもいい趣味だね。はい、逆にその趣味に行き切ってるその大人の方とか結構憧れる年なんですよね。ああ、そろそろ何か欲しいなみたいな。まあ、でも俺も行き切ってる人。根本くんに教えてもらったのちょうど28か9ぐらいの時がする。なるほど。ずーっとこれだったんで、もうライブズドハンドジョブ、ハンドジョブHJ です。引っ張るな引っ張るな。さっきもちっちゃい子に言ってきたし。そうなんだよ。いや、そろそろね、やっぱ趣味に行き切ってるダンス、その大人の人ってかっこいいんすよね。かっこいいよね。もうかっこいい。ね、本当にかっこいい。ゴルフとかやんないですか。最近初めて。Kさんはだってそのゴルフのね、なんか練習のね、あれですよね。レッスンのね。レッスン。あ、レッスン行ってるんですか。なんか何月に入ったんですか。1年今半ぐらい契約してるんですけど、まだ4回しか行ってない。はい、月いくら。月1万ちょい。うわ、そうそうそう、もったいない。通い放題です。通い放題。もったいない。乾杯。乾杯。さすがに。さすがに。さすがに。放題で。この前すごい飲んだシャンポン力さんと飲んだ。はいはいはい。すげえ飲んでね、寝ちゃったんですよ俺。はい。で、なんかなんてかわかんないけど、山本くんずっと上裸で酒作ってるみんなで飲んでたんですけど、はい、で、それで 俺も上裸で寝てて、で、そのアンダーさんっていう人がいるんですけど、はい、その人が見てて、で、俺こうやって寝てて、隣にちゃんちか座ってて、ずっと俺の乳首見てたらしいんですよ、ちゃんちか。はい。で、それでアンダーさん何するんだろうなって見てたら、パクってやってケンイチの乳首を。そっちっす。バリウマ。バリウマ。いやアンダーさんも幻見たかもしれない。そうで、だからそれ以来ちゃんちかの声聞くとビーンってやもう好きじゃないですか。体が覚えちゃってめちゃくちゃめちゃくちゃ仲いいからね。そうそうそう、あ、そうなんですね。酔っ払うとめっちゃ電話するんで何してんの彼氏彼女の。そうだと彼氏呼んでるんで。山さんもでもよく電話してきますよね。電話する。酔っ払ってくるとね。酔っ払ってくるとめっちゃ電話くるんだよな。どこにするやつ。女の子にするやつだし。絶対ビデオ電話、ね、とりあえず富永と沢とケイさんに最近出れない時は出れない時もあるのにビデオ電話だから。確かに。ビデオ電話出れない時も多いですよね。ビデオ電話出れない時多いからね。ほらほら、はい、はい、おでんも仕上がってきたと思うので開けてみます。お願いします。よいしょ。おお。ここまでいたよ。中入れました。そうだ、揚げ物じゃなくて
こいつらで増えるんだよね。増える、練り物は膨らむんだよね。あ、そうなんです、ね、増えるものばっかりやってるんだ。じゃあそうなんだ、すごいなこれ。こちらちょっともうつついていきましょうか。ジンギスカンみたいになってる、はい、このだってこの形そのものもうまそう、食べてこ、よいしょ、はい、行きましょう。いや食べていきましょう。椎茸いっていいですか。椎茸、椎茸いっちゃって、下に沈んでるやつを作ったらうまいか。あ、この黒はんぺん、黒はんぺんにはこちらだし粉。わあ出た、静岡。なんか静岡おでん。これだし粉って言って、はい、とか、多分煮干しとかの粉と青さを混ぜたやつを入れるのが静岡のポピュラーな。へえ。お前言っただろ。はい。言っただろ。おでん。ごめん、僕記憶なくしてる。動画でやったじゃん。あ、おでん屋の。え、なんかあのおばあちゃん何言ってるか分かんなかった。これもしよかったら。あざっす。そうそうそう。まあ、めっちゃ言ってた。はい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 。あざっす。はいはい。その時も同じ反応してた。はい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 。いただきます。はい。あ、湯気すげ。いただきます。はい。うわぁ、うまぁ、うん、クロアンペン、うん、かけとく、あったまる、うん、キルちゃんもある。あ、いや、僕は後で大丈夫です。あ、いよいよ、あ、よそって、うん、ここにあるから、いいよ、箸あるよ、うめぇ、あります、黒はんぺん。じゃあ、僕も、いや、キャンプでおでん食えるのは最高だね。キャンパイ、キャンパイ、箸、はい、お箸がここに、はいよ、すいません、はい、どうぞ。いいですよ、いいからな、いっぱい食べていっぱい食べるからね、温まってその粉、いい、あ、いいよ、いいよ、魔法の粉。だし粉うまくないですか。うん、めちゃめちゃうまい、めちゃくちゃうまいですね。あ、うめぇ、ね、うめぇ、かばーい、うまい。あれ多分3分の1飲んでないよね。うん、まだ。あ、美味しい。おでん一緒、ガンガンいっちゃって、ガンガンいっちゃって、最高です。美味しい。ここ置いとくんで、お好みで。ありがとうございます。しょうもない話ですね。しょうもない話。うまい。うん、ちょっとしいたけ、しいたけもいこうか。あ、しいたけいいっすよ、全部いっちゃって。全部いっちゃっていい。はい、石突き付きの。生で見た。生で見た。あ、ユーロがうまい。うまかった。美味しいんだ。山本さんのその好きなんですよね。山本さん。あ、大丈夫です。いや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 。ね、難しい、じゃわかる、難しい、めっちゃわかる、生ハフハフみたいな、恥ずかしい。でも入れる、あらす、山本さん、僕らと 2杯差ついてますよ。うん、そんなことないよ。いや、本当そうです。嘘だ、俺たち8杯目だよ。嘘ついてる大人が、嘘ついてる、あれが終わってからが俺本気だから。やめろ。今その企画やってる時に本気出してください。なんで動画外で本気出すんですか。動画外すごいんで。なんか日本酒持ってくださいね。無理でしょ。危ねえ。危ねえ。飲んでから言え。でも日本酒の方がうまいもんね、これは。そうですね、おでんはね、うん、お酒は何でも飲める。僕は何でもいけます。僕赤ワインだけちょっと、あ、そんなに赤ワインだけの人はいるよね。まっ、ね、上手、助かります。グラスいい、これ。グラスがいい。グラスがいい。お疲れ様です。お疲れ様です。飲みます。あ、お願いします。お疲れ様です。お疲れ様です。あれ、ちゃんちかいる。あれ、ブリッブリッ。あれ、他でやってるんだ。僕やらしてもらって、他に入ってるんだ。あの、悟空音。バリウムはやめたい。バリウムはないんだ。忘れた、忘れた。ちょっとこれ食べてこそ、あの、あ、そうですね、シュウマイがやっぱ食べてたから、シュウマイもいいと思う、はい、え、いいですか、うん、あ、シュウマイいいですか、
噂の。これからしとかなしでいいんですね。うん、このまんまなんですよ。キュウリ君もちょっと食べてみ。いいですか。うん、いただきます。取って取って取って。そもそもシュウマイがうまいからな。大丈夫大丈夫。うん、うまくないっすか。うまいっす。てかこのシュウマイもうまい。この皮がトロトロになってる感じがね。そうですね。うんうん、うめっ。うまっ。味の素さんから案件もらいたいね。あ、そうですね。このシュウマイうまいよな。おいしい。あ、うめ。うわ、でもこれおでんおいしいシューマイって感じですね。おでんってより。ああ、シューマイがうまい。シューマイがこれあの全然トロトロになっておいしくなるみたいな。うん、100円のシューマイでもうまいんで。ああ、これいいシューマイ今日ちょっと買ってきましたけど。おいしい。てかこのシューマイうまっ。うまいっすよね。うまうまっ。うまっ。うまいっすよね。うん、うまっ。タケノコをちゃんと感じる、ね、シューマイがうまい。そうそうなんですよ。いや、もちろんそのおでんのシューマイもうまいんですけど、タケノコザクザクしてる。ちゃんとお店のシューマイだね。はい、うまっ。じゃあコラボでね、案件。あ、そうです ね、僕らでやりたいですね。お互い相互で。うん、味の素さんのシューマイ、はい、お待ちしております。お待ちしております。キャバイ、キャバイ。二国にするんで。二国でね。味の素さんはお酒じゃないから二国関係ないでしょ。いや、三国しちゃったでしょ、俺。ウーム入ってよかったっすか。よかったっす。うん、こういうつながりもなかったですしね、うん、もちろん。そうだね。うん、それこそトミーさんとか、うんうんうん、エスポーもそうですし。どっかどっか、はい、結構意外とその事務所つながりの人って仲良くなりますよね。うん、事務所一緒とかだと、うん、YouTuber って離れてる感じに見えますけど、うん、一緒だと割とそうですね、結果的につながってること多いですよね。うん、だから本当にトップの方とかが入ってるじゃないですか。うん、まあ、それで抜けないってことはこう何か強みがあるんだろうなっていうので僕らも入ったんで、うん、でそれは感じてるよね、はい、入ってみても。うん、下ネタ好きだしね。俺はちょっとあんま苦手なんだけど。嘘つけ。一番好きじゃないですか。シンカみたいな顔して。これだろ。明日最低気温何度か知ってます？マイナスかな。マイナス5度ですか。マイナス5度。で、一応マイナス10度まで耐えられる、はい、寝袋を用意、3人分用意させていただいてるんですけど、はいはいはい、それじゃ心もたねえだろっていうので、うん、え、絶対に絶対になくちゃいけないやつ。天外区だ。なんだ。天外区なんだ。バレた。天外区。ホット天下。え、ホット天下。ホット天下。とゾーン。ああ。湯たんぽ。湯たんぽ。使ったことあります？ないです。初めてです。バカ様でめっちゃ見てました。めちゃくちゃあったかいんで。いや、まあ、でしょうね。昔から使われてるもんね。痛い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 。この余ったおでんの汁この中入れて、うん、はい、お腹減ったら、お腹減ったら飲む。チューチュー飲んでもらって。キリク使ったことあります？キャンプ。あります。ああ、キャンプじゃなくて家で。あ、家で。家で使ってるんだ。田舎もなんで。なんで、はい、うん、で明日の昼間まであったかいんで。これは足元にも忍ばしとけば、もう寝袋の中ポカポカなんで、うん、トイレ行くときにお水汲みに行って、うん、この上で温めて、はい、忍ばしとけば今日は大丈夫。そうなんだ。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。これないと多分寝れないんですよ。あ、そんなに足から来るんですか。そんぐらい寒くなる。うん、そうなんだ。舐めてましたね、マジで。舐めてたね。はい。だってほら、スウェットできてるんですよ。大丈夫。あの、寝袋自体あったかいから、はい、この格好で寝ても大丈夫だと思う。でも足先冷えますもんね。そうそうそう。これは、ね、足ないとダメなんで、ちょっと買っといたんで。ありがとうございます。ありがとうございます。うん。どうせ俺らも使うし。あ、うん。それと、はい。うん、キャンプデビューをお祝いして、はい、お祝いして、こちらの、お品を
あれあれプレゼント。ちょっと今、あれが、色とかあるんですけど。はい。どうぞどうぞ。キルも僕のものですか。はい。え、開けていいですか。どうぞ。しかも、これめっちゃクラッチバッグで使おうかな。あ、これ、ね、めちゃくちゃ、そういうハウス。あ、遅いやつですか。え、使おう。え、ちょっと待って。よいしょー。嬉しい嬉しいおー寒いんで。ありがとうございます。あ、これです。うわ、これです。わぁ嬉しい。これ嬉しい。ぜひぜひ。無理やろ。無理やろ。山田さん、そんな、なんか、昨日セックスした話とかやめたくさい。やばい。やばい。はい、じゃあ。あ、キャンプキャンプキャンプ。やばいです。ビール、いただいてもいいですか。わ、これ。あ、大丈夫よ、大丈夫。すみません。やった。切る。もし、ワンチャン、ワンチャン、もしかしたらここで行く可能性もある。あ、確かにね。いや、ありますよね。いや、本当にありますよ。これ、2リットルってそんぐらいですもんね。うん。早かったね。今何時？6時57分。気持ち8時半だけど今。みんな9時就寝だから。お酒マンや。お酒マンだな。これ本当に終わる可能性あるぞ。やっぱやってると分かるの。はい。たぶんなくなってくる感じが。だいぶ、泡が増えてきたね。泡が。すみません、ちょっと。本当？寂しいな。ちょっと、もしかしたら、太郎で終わるかも。あ、本当に終わるかもしれないです。多分ここ入ってから1時間ちょっとしかない。確かにね。そうっすね。めっちゃびっくり飲んでたし、みんな。ねえ。あ、でも、まだいける。まだいける。あ、いける。オッケー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 。山さんだ。あと山さん。あ、最後、山さん全部。それでは。じゃあ、まあ。太郎ちゃんからちょっと、はい、乾杯飲んでいただきたいと思います。はい。まあ、まだ6時半ですか。うん。6時半ということなんでね。はい。これいっぱい飲んだ後にキャバクラでいっぱい飲みましょう。代行で代行で、はい、キャンプアイキャバクラで話す。ずっとビールうまいね。ずっとうまいですね。冷たい。ずっと冷たい。おでんがしみる、ね、しみる。じゃあここから、はい、おでんもたしなみつつ、はい、もう今日はもうスピード勝負で、はい、締めの方もやっていきます。お願いします。お願いします。本日は富士宮焼きそば。いやーよいしょー。焼きそばです。富士宮焼きそば食べたことあります？僕はないです。ない。これがね、富士宮ですか？富士宮じゃないです。富士宮。富士宮。富士宮焼きそばです。富士宮親方だ。ああ。富士宮って書いて富士宮っていう風な読み方をするんですよ。へえ。静岡の。そうです。静岡の。すぐそばですね、ここから。違うんですね。その作り方が違うんですか？もう麺が違うんですよね。あ、麺に特色があるんですよ。うん。味は一緒です。味はまあソースで今日は作るけど、うん、もうその麺と最後にかけるものが特色あって、うわ何かけるんだ。うわこれ5人もいるぞ。みんなで最悪あるな。そういうインスタの広告ここで出てくる漫画あるな。ありますね。あのなんか鍋にあのそうそうそうそれあの奥さんに食わせるやつ。そんなの何見てるんだ。なんかユートピアみたいな朝前の俺調べてちょっと見ました。インスタの広告に出てくる。インスタの広告に出てきてそれ見ました僕。ネドラレ島みたいな、はい、ネドラ島みたいな、はい、奥さんスワッピングするんですよ。しょうもあるな。俺らの広告に入ってくるのはあの切らない包茎手術。切らない。だから言い過ぎなんですよ。包茎とか天津とかこちら入れていきます。 AI 怖え。 AI 怖え怖え。え、何ですかそれ。これチンカスっす。チンカスって一回も見せてくれないから何もわかんない。これあの肉カスって言って、はい、背脂を揚げたものです。あ、あの
大阪とかの、カスうどんとかの。ああ、そうそうそう。カスちゃんだ、カスちゃん。カスちゃんだ。カスうどんってでもあの、ホルモンじゃなかったでしたっけ、あれ。あれもホルモンを揚げたやつじゃないっけ。わかんないです、何も。はい。何も知らないんで、喋りかけないこちらを入れていく。入れていく。先に焼くんですね。はい。これが、もう油が出て、コクが出て、食感も出てくるんです。美味しそう。もううまそう。はい。あ、豚肉すごい量っすね。もう全部入れちゃいます。精力つけていきましょう。いやー、すげえ量だ。ほら、パンパンやで。パンパンやで。パンパンやな。パンパンやな。よいしょー。うわー、うまそう、もう。もうこれでもうまいもん。うん。味付けなしよ。味付けなしよ。いい。もういい。あ、もういい。これでもういい。え、違い。割と若いのに何でもいけるね。あ、大丈夫です。あ、分からなくて大丈夫ですよ、逆に。あ、そっかそっかそっか、はい、なんでそんなにボキャブラリーがあるの。いや、ないっすよ。そう、知ってること言ってる。適当にこう、思いついたこと言ってるだけで。いや、言えないよね。はい、それはまあ言えないですよ、そんな引き出しの速さがね。いやいやいや、もう適当言ってるだけなんだ、ほんとに。あれ全部もしかして台本なんだ。いや、台本ですよ。本当に台本だとしてもそれは相当な能力よ。すごいよ。漫画好きなんだ。漫画好きですね。でも彼が裏のが好きなんですけど。あ、はいはいはい。みんなちょっとやっぱこうなんか面白いのとかを、うん、覚えてるんですよ。で、これ使おうとかって思いながら多分生きてるんですよ。あー、なるほどね。昔から。はい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 。地元の連れもみんな面白い。面白いっすね。仲いいっすもんね。仲いいっすね。あの、今回初投入のものを忘れてました。はい。焼きそばのトーン。丸物ラード。ラード。これ、今から使う麺が丸物ってとこなんですけど、はい、富士宮の、はい、製麺所の。そのラードを入れるとコクが出るっていうことで、結構すごいすごい肉肉しいですね、今のところ。肉肉しい。ちょっと豚油ですね。豚とカスと、あーあーあーすごい。ああ、いっぱい出た。ああ出た。たまにこういうの出ますよね。出るか。ちょっと詰まりすぎじゃないこれ。え、僕たまに固形出たみたいな時ありますよ。これどこからどこから、はい、どこから、トゥイントゥインです。K-POP のK-POP のアイドル。トゥイントゥイン。どうも。ちょっと、はい、お二人にいいですか。待って、麺めっちゃうまそう。めっちゃうまそうじゃん。いただきます。ダメ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 、蒸してるからね、食えなくはない。ちょっと僕モーゼ作るんで。結構固めです。固め。あ、モーゼいるわ。あ、でもそれがヒントですね。うん、ヒント、それがヒント、固めがヒントです。はい、ここをモーゼしたとこに麺ぶっ込んでください。せーの、よっ、よいしょ、オッケー、オッケー。もう一つそこにあるんで、ここにちょっとこのお出汁ちょっと入れてもらっていいですか。はい。うわ、これな、これでうまそう。もううまそう。すいません、これもう結構入れちゃって、入れていってください。いいですか。はいよ。はい、うまい。はい、麺がうまい。絶対うまい。はい、麺がうまい。うわぁ、ちょっと、絶対うまいな。ちょっと太郎のビールも軽く。あ、ほんと軽くね。ほんとに軽く。うん、全とか。うん、あ、もた。オッケー。え、いや、これうまいよ。うまいぞ。絶対うまいわ。これはうまいぞ。うまいもんしか入ってない、今のところ。これでちょっと、蓋して。蒸していきます。オッケー。うめんだよな、これが。うまそうやな。オッケー。マジうまそう。うまいのよ。おいで、ここに、ここに、ここ、はい、あれまだあるんすか。うわ、先ほどの、うわー、やっこ、それなし、うまいわ。フィニッシュございます。ガンガンかけていく。うわー、よいしょー、こりゃうまいわ。
絶対うまい。オッケー、すごい。それでは食べていきましょう。いいっすか。はい、どうぞ。いただきます。おでんのお出汁も効いて。どうだどうだ味は。麺のこのコシとかを。うまっ。エグザクトリス。これはすごい。麺が全然違う。コシやばい。おいしそう。うめえ。先輩。あう。あう。ガンガンいっちゃってください。ちなみに、はい。いつも僕ら。うん。コラボ相手に聞くんですけど、はい、包茎ですか違いますか。せーので言います。包茎か包茎じゃないか。包茎か包茎じゃないか。はい、包茎か包茎じゃないか。オッケーです、オッケーです。ホケス？ホケス？ホケさん、ホケさんか。答え決まりました。ズルム計算か。ズルム計算。答えは決まりました。決まりました。はい、決まってますもう。決まりました。オッケー。それ行きましょう。はい。せーの。せーの。ありがとうございます。あれまたあれホケになったんですよ。あれそういう意味だったんですね。そういうこと。ホケ。なるほど。ちゃんと声入ってる。オーケー。ケイさん空っぽよ。あ、俺も空っぽだ。じゃあちょっといいですか。じゃあちょっと取らしよう。はい、お願いします。いいですか。僕終わっちゃうかも。いきます。どうだ。でーん、でーん、でーん。これは来るんじゃないか。ケイちゃんのもね。あ、一回、ごめんなさい、一回泡が今、バーってなっちゃったんで。これ、ケイさんので。ケイさん。ねえ。いきますよ。ケイチの。まだいける？あれ？太郎、見誤った？いや。あ、来る。はい、行きましたー。はー、ラストです。おぼー。多かったっすね。見誤りました。ありがとうございます。はい、どうぞ。ラストビール。ラストビールです。でも、本当そうですよ。これ本当です。僕は追いついてました。え、もう同じでしたね。同じですね。まあ、一杯少ないかな、くらいです。これ、2少ない。山さんは2少ない。マジで？はい。ちょっと、ケンチ君から。はい。締めのお言葉。締めの。はい。お願いします。はい。ケンチ兄さん。それでは、はい、本日はあれれれエンドハルバウ、おいっす、伊豆に来ていただきありがとうございます。ありがとうございます。本当にあの素敵な2人とあのなんていうんですかね、ウーム同じ事務所だし、はい、そう、もう瞬く間にね、どこまでも どこまでも行っちゃうんだろうな、スターダムにね。ね、トミーじゃないですか。ね、そんな2人と今日一緒に飲めるっていうことがめちゃくちゃ嬉しいんで、僕らも2人の呼び捨てありなんですね。ずっと気になってたんですよ。富永で行くわ。富永で、共通に富永で、富永で、富永で、普段はね、トミーさん、そんな素敵なね、トミーさんっていう、トミーさん、富永ですね。富永、富永さん、富永大好き、共通のね、下僕もいますし、逆僕らが下僕です。さあ、こんな素敵に、こんな素敵な出会いに、今日は、でも山本君まだギア入ってないんで、解放のドラマともに、うん、いかになっていくんで、頑張っていきましょう。ありがとうございます。やばい、やばい、ありがとうございます。ありがとうございます。うわぁ、うめぇ、最高、今
帰ってきた。ちなみにこの企画は全員がこれをなくすまでが最後なんで、はい、最後に2人の話をちょっと聞いてもいいですか。あ、確かに、はい、うん、YouTube をなんで始めたのかっていうところと、はい、やって変わったことをちょっと教えてもらえればなっていう、はい、まあ、酸いも甘いもっていうか、はい、大変なことも、まあ、大変なことの方が多いじゃないですか YouTube、はい、そう、それでも続けてきた理由みたいな、まあ、僕はなんか何者かになりたかったみたいな感じありますね。結構承認欲求みたいなのも結構僕はあるので、こう普通にまあ仕事して、あの、まあサラリーマンで定年退職してみたいな人生ってよりは、まあそれをやりつつこう自分の好きなことで何かしらで成功したいなっていうのはずっと抱えてて、それがこう YouTube だったみたいな感じですかね。それで実際に一緒にやってくれる人が地元では全然いなかったんですけど、もう学生の時から思ってて、唯一こう一緒にやってくれるっていうのが K さんだったんで、はい、そっか、 K さんいなかったら多分踏み出せてなかったなっていう。誘ったんですか。じゃあ、いや、ケイさんもやりたいっていうので、ずっとやりたくて、でケイさんもそういう人がいなかったみたいな感じで、まあ始まりですね、本当に始まりは。でケイさんから一緒にやろうよみたいな、ならってなってやろうってなって、そっからですよね。まあ、その誘った時のノッコミみたいのが、全然やっぱり、あ、本当にやりたかったんだなみたいな感じもあったというか、いいねとか、そういう人はいるんですよね、俺もやりたいよみたいな人とかって結構いっぱいいたんですけど、そうなんだよみたいな、待ってみたいな、俺も絶対やりたくて、お互いまあそれぐらいの温度感ではあったんで、そもそもやらない選択肢はなかったんですよね、どんな形であれ。だ、多分もしかしたらこう2人が一緒にならなくてもお互いやっちゃったかもしれないし、ってぐらい2人ともなんかこう YouTuber 大好きだったんで、その時目指してる YouTuber とかは、でも世代的に本当にスカイピースとか僕ら見てたんで、俺は今回闇解釈解釈全然浅すぎておいしいすいません、すいません僕はもう東海さんとか前キトラとか、ちょっと過激な感じが僕らの時流行ったんで、そういうの見てましたね。一発目の動画はどんな動画ですか。一発目はなんか実写版ポケモンバトルみたいな。へえ。2人で。実は僕らそのあんま世には出してないんですけど、言っていいですか。まあ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 、はい、あの5人組で YouTube やってて、ケイさんと太郎とじゃなくて、5人組のうちのメンバー2人なんですよね。でやってたんですよ。でその時は結構過激なことやってて、本当に映せないような、で、まあ、登録者1万人ぐらいまでは行ったんですけど、そうなんだ、まあ、ちょっとその過激すぎて人気も出ず、動画出すたびにあの登録者が減るんですよ。はい、謎のシステムがGoogleから導入されて出すたびに減る、はい、出すたびに減るっていう。で、まあちょっとこのままじゃあれだなってなって、会社が本当にちょうど僕もその太郎のこと本当に会社一緒に、一緒のところで働こうって言って誘って、まあ、上司と部下という立場になったんで、まあ、ちょっとその YouTube 盛り上げるためにも、あの普段から僕らふざけ合ってるんで、ちょっと動画にしてみようみたいな、そのチームが伸びればいいよねみたいなのが意外とこう予想より反響良くて、でそのままって感じです。へえー、すげえ。本当の地元の子供からの友達なんですか。いや二十歳ぐらい。そうですね、僕らが出会ったのが19、20歳ぐらいの時の、地元は一緒だけど、地元は一緒だけど共通の友達は本当結構無限にいるんですけど、めっちゃ多くて、ただまあそのちゃんと二人で出会って話したのは19、20歳ぐらいの時で、そうなんだ。そっからまあたまに飲んだりとかする中で、まあ
会社が一緒になって、まあ、職場かぶってめちゃくちゃこう話す量が増えて、うん、なんか目指してるところが結構一緒だねっていう風になって、うんうん、でですかね、はい、そっからじゃあ今 2年ぐらい3年ぐらい2年ぐらいですよね。ケサ太郎で3年ぐらいですかね。うん、はい、もう100万人目前ですもんね。いやそうなんですけど、すげえな。そこでなんか変わったことってあるんですか、その始めたきっかけ、今のあれだったけど。変わったことは、うん、まあでもこう楽しくなりました。周りの人間もやっぱり増えて、うん、でお付き合いさせていただく会社とかあの方とか、うん、それこそこういう場もそうですし、うん、毎日楽しくなりました、本当に。仕事にもつながってるんだ。仕事にもつながったりとか、いろいろこう相乗を生んで、うんうんうん、忙しくはなったんですけど、うん、毎日楽しく、うん、最高かよ。じゃあそんな最高な2人に行きますか。もうはいちょっとだけ上げて、いいですか、うん、ありがとうございます。よいしょ、ありがとうございます。山さん、じゃあ最後締めてください。いいんですか、うん、桐生じゃなくていい、やっちゃ う、やめた方がいいですよ絶対に。じゃあ最後映ろうじゃん、ここにさ。ああ、いいよいいよ、映るな。いやー、もったいないですよ。まあ、行こう行こう、せっかくなんで。そうか、なんでマジっすか。どうぞ。まあね、僕らのちょっと裏方ですごい、もう鈴木さん大ファンで、本当にありがとうございます。今日本当いろんな裏方、まあ別でいつも撮影が来るんですけど、俺に行かせてくれと、うん、俺に任せろと、あいつらのこと知ってんのは俺しかいねえと、いやって感じで来て、もう今日一番テンション上がってきて、いやそうなんですよね、恥ずかしい恥ずかしい。あります、歌の下手、歌の下手の有利か、なんか目地が出る、かわいい、かわいい、やめてください。え、これガチで俺やるんですか。あ、なんだだ、大鳥、すいません、大鳥、大鳥、大鳥だよ、すいません。じゃあ、はじめまして、キリュウです、はい、いつも動画楽しませていただいてます。ありがとうございます。100枚視聴者視聴者だった。ありがとうございます。帰らせるんだよ、この後。すいません、じゃあ、退出します。お疲れ様です。お疲れ様です。7リットル余裕っす。余裕っすね。さすがに。こっからですもんね、僕ら。こっからだね。こっからっすね。炭酸いっぱい入ってるんで。第2章見せてもらっていい？第2章いく？うん。今日はレモンサワーで。いやこの後よろしくやっていく感じで。そうです。はい。大丈夫ですか？大丈夫です。オフでやっていきましょう。オフでやっていきましょうか。はい。しゃあ。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。アデュさんと太郎さんのアデュコラボ動画、バカおもろい、バカおもろしろいんで、はい、トミーさんの方で上がってるんで、はい、それではアデュアデュじゃあ女の子たち来ていいよ。うぅぅ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 ぅ